先石塚山古墳、先良山古墳、先田勝塚古墳国土交通省国土画像情報を元に作成飛ばす悲の地狂気の寺官涼廃所、先良山古墳は奈良県奈良市三笹町にある古墳。形状は前方公園墳。先立列古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により狂気の寺官涼として、 第11代水人天皇皇后のヒバス姫命の三ぎに史上されている。大正時代に洞窟事件が発生し、それに伴って当時としてはかなりの規模の調査が実施されたとされる。殉死の代わりに初めて埴輪を御両に立てたという説話が日本初期に記されているのがこの古墳ではないかとされている。すぐに西側に接して築かれている先石塚山古墳の首レブに 先行山古墳の公園部が食い込んだ配置になっている。このため、先石塚山古墳の集合は極端に狭くなっており、先行山古墳の方が先に築かれたことが推定されている。全長207メートル、前方部幅約87メートル、公園部計131メートル、前方部高さ12.3メートル、公園部高さ約20メートルの規模の3段に、 蓄生された古墳である。1915年に大掛かりな洞窟を受け、遺物が持ち出された。この事件はその後犯人が検挙され、出土遺物は回収されている。翌年に、宮内省により復旧工事が行われ、それに伴い、寮母という性格から大きな制約があったと推察されるものの、石室付近と出土遺物に関するかなり詳細な、 調査と記録の作成がなされたようである。当時の復旧工事記録の大部分は、宮内省本省にあったため、関東大震災で消失したが、その記録のかなりの部分の写しを出土品の調査、整理に当たった京都大学考古学教室の梅原、松次が手元に残しており、それが宮内庁所領部に保管されている。また、出土遺物は復旧の際に、石室内に埋め戻されたが、 写真や拓本、観点型より作成された石膏模造品などにして残されている。復旧工事に伴う調査には梅原以外にも当時、東京提出博物館に勤務していた和田千吉という考古学者も参加し、公園部長場の埴輪を樹立した埋葬施設の復元図の試案なども作成していたという。公園部長場中央に存在する。 方形区画の真下に作られた縦穴式石室は、主軸をほぼ南北に持ち、長さ8.55メートル、幅1.09メートルという巨大なものである。その構築法は、東西の長い側壁は、扁平な割り石を小口積みするもので、普通の縦穴式石室と変わらないが、南北の短い側壁は、大きな一枚石で作られており、しかもこの石の上半中央部には、 穴が開けられていた。このような石室例は、大阪府柏原市の松竹山古墳にその類例が見られるだけで、極めて得意なものである。また、内部には、長大な木管を造していたと推測される。この石室の天井石5枚あって、それぞれ前後の単足石に縄突起をつけていた。このような縄突起は、古墳時代中期になると、 長持ち形石棺の二石や超速石につけられることが多い。さらに、この天井石の上に屋根形をした石棺の蓋,の蓋のように見える大型の石が置かれており、表面に直線の平行文様が宣告されている。魔よけの一種として施されたものではないかと考えられる。二形派には奈良県立梶原考古学研究所、付属博物館展示。 石室上部は2メートルほどに土を持って小さな円形の森土を作り、その上に7から8個の木の傘形埴庭と数個の縦型埴庭を建てていた。特に土壇中央の最高所に建てられた木の傘形埴庭は大きく稀に見る丁寧さで作られていた。木の傘の上部には複雑な自家古門が一周しさらに4個の突出した部分をも自家古門で飾っていた。 縦型刃庭も丁寧な作りで木製の縦を模したものと推測され、周焉全部と中央の2本の横帯を、やはり自覚門で飾っていた。なお、縦型葉庭は高さ108センチメートル、最大幅80センチメートルである。これらの一部は石膏模型にされて、東京国立博物館に残されている。石室内からの出土遺物としては、同郷は、 竜雲文猿変形方角菊鏡防成鏡、唐草文猿変形方角菊鏡、自下古文猿変形内甲下門鏡があるが、これらの3面は 32cm から 34cm の直径があり、白菜鏡よりかなり大きく製作された防成鏡で、石膏模型、写真、拓本が残っている。また写真ではこの他に、平円式四十鏡があり、 これ以外にも1もしくは2面の鏡があったようであるが、他の古墳から盗掘したものを犯人が所持していた可能性もあるという。石製腕飾り類は、車輪石3、クワガタイ石製模造品には、トース3、尾の1、高月2、イス1がある。他には下玉1、コトジ型石製品、石製薄一1などが出土している。以上、ハニワや、 石室内の遺物の構成から見て、古墳時代前期でも終わりに近い年代が考えられるという。12345先両山型古墳の分布1、先両山、古墳2、五色塚古墳3、眉山古墳4、ゼゼチャウス山古墳5、五墓山古墳先両山古墳と相似系の古墳は、五色塚古墳、ゼゼチャウス山古墳、五墓山古墳、眉山古墳など各地で知られる。 これら、先領山形前方公園墳が機内を取り囲むように分布することから、この4世紀後半当時に機内性的な領域支配が存在したとする説がある。ありがとうございます。